常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。拍手、はい、今日は公開収録でございます。自達学会のですね、現役会員職員、お疲れ、お疲れ。今日ね、俺らもな、日米連合艦隊に合流しようかと思って船出してみたんだけど、ごめんな、見失っちゃってな、申し訳ない。なんか中国軍がなんかあれらしいよ、台湾取り囲んで演習するらしいよ。困ったもんだね。はい、困ったもんだね。はい、ということで、今日の内容面白い人はぜひですね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきたいんですが、まあ私もね、連合艦隊の一員としてですね、今日はね、ペロシ下院議長、まあ、同盟国のね最重要パーソンの一人ですけれども、この VIP 守るためにね、台湾方面に行こうかと思ったんですが、ちょっと間違えて全然違う入り江に入ってしまいまして、仕方がないんでね、今肉焼いて後輩に食わしたとこですけど、うまかった？美味しかったです。まだ、ああ、よかったよかった。うん、もう本当な、頑張れよ、はい。お前らに先輩すごいですねって言われたくて俺頑張ってんだからな。それだけだから俺は。うん、まあな、よかったな、よかった。ということでね、まあ、ペロシ下院議長、台湾訪問で、まあ、間もなく、蔡英文総統と会談すると思うんですが、まあ、何度も言いますけどね、ペロシさんがどこ行こうと、はっきり言って、渡航の自由です。はい。それをね、行くなとか、ね、行ったら、火遊びは、やけどするぞとかなんか言って、脅してる方に、まあ問題があるんですが、まあ先ほどちょろっと言った通りですね、中国軍がですね、台湾を取り囲むようなですね、演習海域を指定しまして、そこで実弾射撃を含む演習を開始するということで、火遊びを開始したのは、習近平の方だったかなと、いうところなんですが、これでね、東京市場は今日大荒れかみたいな話があったんですけどね。舐めてるよな、東京市場な。今日、株上がってんぞ。うん、もう、チャイナが国境を落としたって、もう、市場は見抜いてるぞ、習近平お前。大丈夫か？舐められてんぞ、東京に。うん。東京にミサイルなんか撃ち込んでみろ、お前。それこそ、ね、とんでもない火傷するからな、お前な、言っとくけどな。まあまあ、そういうことで。株価は、100円ほど現時点では上がっておりまして、110円ぐらいかな。それから為替ほぼ動きなし、1ドル132円、まあ誤差の範囲ですね、まあ、動きなしと、いうことで、市場はですね、まあ、今回のチャイナの反応、まあ、舐め腐ってるというか、まあどうせできんでしょうと、いうふうに、まあ、見ていると、いうことでございます。まあ、今回動いたらね、どうなるのかなとか思ってたんですけど、まあ、思ったほどですね、この地政学リスクね、まあ、すでに織り込み済みと、いう展開ですかね。はい、まあでもただね、この後ですよ、ちょっとまずい場所で演習をやっちゃってますので、台湾を本当に取り囲むような演習区域を指定してるんでね。だから、まあ、曲がり間違ってその弾がね、アメリカの艦船に当たったりとか、まあ、そういうことになるとですね、まあ、大変なことになるかなというふうに思う。ごめん、ちょっと誰かこれ、風で飛んじゃうから、片付けないとダメだよ。ちょっと待って。さ、ごめんごめん。あれ、ちょっと物が風で飛んじゃいそうだから、ちょっと押さえに来て誰か。すいません。すいません。ちょっとまあこんな感じで、まあ、やってるんですけど、まあ、チャイ、これほら、バーンってなんかそういう、空いてるペットボトルとか飛びそうだから、今風で。なんかどっかに片付けといて。ごめんね。よろしく。今ちょっと後輩に、はい。悪いね。後輩。よく働くわ、自達学会の。ね、もうこうやってね、一生懸命働くことが経済の礎なんですが、まあ、すいません、話の途中ですけど、まあ、ペロシさんがですね、まあ、台湾に行って、まあ、諏訪、台湾有事かと、いうことで心配されたんですが、まあ、これまでのですね、まあ、株価、為替のね、動きに、まあ、ほとんどその、まあ、リスクっていうのは、まあ、織り込まれていて、まあ、今日は大して反応していないと、いうオチでございます。まあ、この後どうなるかというところなんですけど、まあ、前のね、朝、まあ、ぶした動画でも、言いましたけれども、本当の意味で板挟みになってるのは、まあ、チャイナですよね。まあ、これでアメリカとの関係が決定的に悪くなるとですね、今ただでさえね、不動産の不良債権問題、まあ、日本の90年代のような形でね、チャイナ経済今直撃している状況です。で、この状況でね、まあ、アメリカとことを構えるということになると、これ経済面でも相当覚悟しなきゃいけない。諏訪関税ね、一部撤回か、みたいな話もあったんですけど、ちょっとこれでダメになっちゃうかなと。うん。で、さらに言うと、この軍事的挑発がね、まあ、チャイナ側のね、行くとこまで行ってしまうとですね、これはもう後戻りできなくなる、アメリカとの関係悪化がね、後戻りできなくなる、まあ、そういう展開もあります。でね、ちょっとね、私ね、歴史をね、やっぱここで紐解かなきゃいけないかなと思ったんですけど、まあ、ルーズベルトですよ。はい、フランクリン・ルーズベルトね。ルーズベルトは、まあ、かつてね、子供を戦場に送りませんって言ってね、日本のまあ、立憲民主党みたいなこと言って、大統領になったんですけれども、結果的にはですね、まあ、真珠湾攻撃を機にね、対独参戦、対日参戦を決めて、
まあ、たくさんのアメリカの、まあ、兵士の方がね、まあ、日本軍、ドイツ軍と戦って、ね、まあ、お互いにものすごい犠牲が出たんですけれども、このねルーズベルトね、まさにねバイデンみたいな感じだったんですよ。当選した時は人気あったんですが、結構ねこれもし対米開戦ね真珠湾攻撃なかったら次の選挙で共和党の候補に絶対負けんだろうみたいな風に言われていたおじいちゃんなんですよ。なんかバイデンに被りません？でバイデンは今回ね、ペロシに軍はあまり行くことを望んでいないみたいなことを伝えてはいるんですが、ですが、まあ、今回ですね、まあ、ペロシは行きましたね。ペロシボンバイへということで行きました。で行った結果ですね、まあ、チャイナとの関係はものすごく悪化するでしょうし、もしことが起こったらですよ、まあ、リメンバーパールハーバーならぬね、リメンバー台湾みたいなことが、まあ、この後ですよ、起こっちゃうかもしれないんですよ。でアメリカの歴史ってね、皆さんご存知ないかもしれないですけど、あのこれはね、リメンバーアラモの頃からパターンは全部同じです。はい、あの相手にまず絶対先に手を出させるんです。これ基本です。はい、相手に先に手を出させて、でその手を出させた後にリメンバー〇〇っていう合言葉で、一致団結してですね過剰に報復するっていうのが基本なんですよ。だからアラモ砦なんてあれも結構ひどい話でね、あの国境の向こう側にあるったんですよ。あのサンアントニオの町ですけど、サンアントニオってもともとアメリカじゃねえんだから。でそこにアメリカ側から不法移民が行って、その不法移民がメキシコ軍にボコボコにされたのね。まあ全滅したんですよアラモ砦でね。そしたらリメンバーアラモですから、ちょっと待ってくださいみたいなのがあるんですけど、まあ、ちょっとあんまりね陰謀論の味方したくないんでアメリカ側ってあれなんですけど、まあこれアメリカの歴史ですよ。基本は相手に先に打たせて、ね、先にやらせた上で、ね、リメンバー〇〇で、過剰に反撃すると。あの真珠湾の時もそうだったでしょ。それからベトナム戦争の、まあ、きっかけになったあのトンキン湾事件もあれ最終的にでっち上げだったってバレますけれども、先にやっぱりあの、ね、北ベトナムが攻撃してきたかのような体で、戦争が始まってますよね。はい、なので、まあ、戦争っていうのかどうかな、なんか国際秩序を、まあ、その回復するための戦いという、まあ、口実で戦争始まるんですけど、まあ、そんな感じです。なんで今回もですね、まあ、チャイナがね、まあ、こういう挑発をしてきて、でその演習海域、まあ、いいですよ別に台湾の周りどうぞやっていただくのは結構ですけど、おたくら ね日本のことを研究して日本のような失敗をしないようにってことでやってんじゃないの、チャイナの皆さんね。バブル崩壊にもね、その、まあ、バブルの崩壊日本が、あって、でその処理がねいまいちだったから、それに学んでたはずじゃないの、ね、それからその、まあ、1941年対米開戦、これがあんまり良くなかったんで、それに学んでたはずじゃないのって思うんですけど、こいつら本当学んでんのかなと。まあ、少なくともねこの不良債権処理の問題に関しては、1990年代の日本と大して変わらないことをやってるのが今のチャイナだし、さらに言うとね、まあ、今回の、諏訪台湾有事というですね、まあ、この事態、これもですね、まあ、なんか1941年の日本に本当に学んだ人の行動なのかなと、ね、そもそも誰がどこ行こうと自由じゃん、何なんだよって話ですよ。ここで逆にね我々としてはですよ、チャイナがもう横綱相撲でね、ああどうぞ台湾行ってくださいとね、我々も李克強がそのうち行きますからみたいな話の方が困るわけですよ。まあ行けないと思いますけどね。で李克強が行けないような状態になってしまってんのがまずダメで、で香港の対応だから要は完全間違えたんですよ。はい、香港でね、弾圧しちゃったんですよね、天安門事件並みにね。あれが、まあ、失敗だった。あれが全てのボタンの掛け違いだ。まあ、その前、ウイグルとかね、いろいろあるけど、ね、まあ、基本的にはですね、香港のあの自由を認めちゃうと、なんで香港はこんなに自由なのに、俺たちはこんな自由じゃないんだ、みたいな話になるから、ね。だから香港もチャイナみたいにするってことで、まあ、あれだけめちゃくちゃやったんでしょうけど、あれが失敗なんですよ。だから、そもそも言うと、その、香港に憧れたら体制が崩壊するような自由のない社会を作ったやつが間違いで、ね、結局、まあ、趙紫陽さんがね、まあね天安門事件の前ですけどね、民主の女神とかあった頃 の民主化運動ありましたけど、やっぱあそこからやっぱり歴史が止まっちゃったのがチャイナにとってはね非常にまあ大きなマイナスだったのかなと、いう気がしますね。まあ今のだから強権的なですね、この体制、一党独裁ね続けていくためにはですね、そういうね民主主義をやってる国が邪魔なんですよ。で台湾というのは、まあ、台湾人の人も半分、ね、それから外省人といってね、チャイナから来てる人も半分いますけど、まあ、いわゆるですね、まあ、漢民族の人たちがいる国で、民主主義できちゃってますよね。でしょ？で、まあ、シンガポールは地理的に遠いからまだいいんですけど、台湾もできちゃってるんですよ、目の前で。だから困るんですよ。だからああやってですね、まあ、いろんな形で意地悪をしてね、で、今回のそのペロシ、下院議長のね、訪問もね、まあ、こうやってケチつけていると、いう状況でございます。はい、ということでね、まあ男気、満載のですねペロシ下院議長、やっぱりね公約通り行きましたね。で脅しに屈してはいけないとね、自由で開かれた社会が権威主義体制のね脅しに屈してはいけないというね、これも非常にね根性ある、素晴らしい、姿勢だなと
いうふうに思います。まあ結果的にですね、今回ね、行く前まではやばいんじゃないかということで市場は織り込んだんですが、チャイナのまあ暴発リスクは想定内と、いうことで、現時点ではね、現時点では。ただこの後ね、流れ玉がアメリカの艦船に当たるかもしれませんし、ね、チャイナは基本弱い者いじめしかしないので、台湾軍に対してなんか揺さぶりをかけてきたりとか、あとは台湾のね、国内にね、いますよね、エージェントがね、まあ日本にもいるぐらいですから、でそういうのを使って何か仕掛けてきたりとか、まあいわゆるハラスメントね、はい、私を監修してくれている、軍事専門家曰く、おそらくハラスメント的なことをやるだろうと、まあそれが何かというのはちょっとまだ予想できないですし、そのリスクっていうのもね、まあどこまでいくのかちょっとわからないですが、まあですが、まあ一応現時点では、市場がですね、当初想定していた、まあチャイナリスクっていうのは、まあほぼほぼその範囲内かなと。いうことで、逆に想定してたのがもっと悪い事態だったので、むしろ株は上がってしまったと。日本株がね。はい、そんな状況ではあります。まあ、ただね、その地政学リスクが顕在化したからといってですね、日本株終わりってわけじゃないですから。まあ、これもね、歴史に学びましょう。ね、朝鮮戦争の時に、東京証券取引所で何が起こったのか、皆さん知ってます？あー、もう時間だ。これ以上喋れねえな。続きはぜひね、八重洲イブニングラボの方で、ぜひ、皆さんね、お読みいただけるといいかなと。いうふうに思っております。はい、ということで、まあ、今日はですね、自脱学会の現役会員とですね、楽しい、お船会、の予定、お船会のつもりで連合艦隊合流するつもりだったんですが、合流できずですね、すみません、結果的に楽しいお船会に、なってしまいました。はい、ということで、今日の内容ね、面白かった人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にですね、コメント欄に感想など書いていただきましてですね、まあ、できればね、八重洲イブニングラボの無料登録もね、していただけると大変ありがたいなと、いうふうに思っております。あと、もちろん Thanks ボタンもね、大歓迎ですので、内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援いただけると嬉しいです。ゴー。